皆さんこんにちは。 S&P グローバルでは先般日本の小売業界に関するリポートを発表しました。本日はその執筆者であります伊沢朗子が解説いたします。伊沢さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。日本の小売業界では再編が加速しているようなんですが、その注目点を教えてください。はい、日本の小売業界では現在業態をまたぐような再編が加速しています。でこれはですね、大手の小売企業が、グループ全体として業界をまたぐ形で、消費者 の細分化されたニーズに対応しようとして、成長戦略を掲げているといったところが背景にあると考えています。でこの9月にはファミリーマートとユニグリップホールディングさんの合併が成立しました。でこの大きな合併によってですね、業界の地図が塗り替わることによって、より大手は資金力ですとか商品の開発力を強化していき、また中堅以下に関してはとの格差がどんどん開いていくかというふうに考えています。その競争が激化する中で GMS の不振が目立っているように思うんですね。これがその信用力上どのように見ていますか？はい、GMS の大手3社といいますと、やはりイオンリテール、ユニ、イトーヨーカドー、こういった3社が挙げられるんですけれども、これらの会社の営業利益というのはここ数年で大きく悪化しています。で、背景にはやはりその消費者のニーズに対応しきれなくなってきていると、 GMS という業態がですね、というふうに考えられています。で彼らはやはりその GMS の改革というのを現在進めていまして、イオンリテールに関しては、GMS の再生の方を主眼に改革をしています。一方でイトーヨーカドーユニに関しては GMS の、店舗の閉鎖ですとか、経営資源の集約、こういったところに焦点を置いています。で、S&P としては彼ら その構造改革の、成果ですね、これが信用力を左右する重要な要素になるというふうに考えています。先ほど名前が出ました、そのセブン&アイホールディングスやイオンでは投資、積極的な投資計画を打ち出しているということなんですけれども、それが信用力にどのように影響を与えますでしょうか？はい、イトーヨーカドー、イオンですとか、セブン&アイホールディングス、これらに関しては、2017年2月期に関しては5000億円程度の、大きな投資の計画を打ち出しています。で内容としては、成長分野で、例えば、海外ですとか、国内の進展に対する投資、あるいは既存店の活性化、もしくは、システムですとか物流の効率化投資、こういったところへの投資を掲げている状態です。で、やはりですね、大手の小売企業が、競争力を維持、または向上していくためにはですね、こういった投資は、必要不可欠というふうには考えています。ただしこういった投資がかさむことによって、より主債の水準の削減がですね、遅れるとですね、やはり財務への下方圧力になるというふうに考えています。ですので、S&P としてはこういった、小売業界、特にイオンさんに関して足元でかなりこういった状況が顕著に見られていますので、小売業界の信用力の見通しとしては安定的とは見ているものの、ややトレンドとしては下方にあるかなというふうに考えています。ありがとうございます。ありがとうございます。詳しくは当レポート、再編による競争激化で GMS 改革続くも高水準の投資が財務の下方圧力にをご覧ください。クレジットマター TV をご覧くださりありがとうございました。